ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。今日も、3連戦振り返る後半戦スタートということで、まあ、そうだな、これから。オールスターあって、はい。後半戦です。まあ、オールスター壮絶の打ち合いになったしね。びっくりしました。まあ、あの、打者の方は、なんか、状態が上がってきたかなっていうようなね、まあ、そんな感じもするし、まあ、オールスターだからっていうこともあるだろうけども、でも気持ちよく打てたよね。すごかったですね。まあ、それが後半戦につながるかどうか、まあ、こう見てみなきゃわからないんだけども、ね、まあ、あの雰囲気っていうのもいいんでしょうかね。あの選手も皆さんも楽しそうな、まあそうだね、オールスター、はい、ね、まあ、だけどこれからね、一試合一試合が本当に 大切になってくるし、まあ、セ・リーグの方はもう本当に混戦と言われているように、本当ゲーム差がないからね、上位から、4位ぐらいまでね、ね、まあ、でも5位の中日もね、チャンスは終わりだし、ね、まあ、ヤクルトもきっかけをつかめばねっていうようなとこだし、まあ、パ・リーグの方はね、優勝っていうのはちょっと離れてるから、はい、これは様子を見ながらっていうようなことになるだろうけども、まあ、でも2位3位ね、 A クラス入りっていうのはね、はい、まあ、本当に、まあ、セーブがちょっときついだけで他チャンスあるかなっていうの感じがするよね。これどうなんですか、あのオールスターは出た人、はい、出なかった人ってあると思うんですけど、はい、影響っていうのは何かあります？まあ、それぞれだな、まあ、出て本当にあのいい話を聞いたりだとか、きっかけをもらったりだとか、まあ、いい感じで打てたとか、まあ、そういうのは自信になったり、なんか非常になんか試してみたいなっていうような新鮮な気持ちでね、後半戦入るだろうし、でもまあ出てない人は、まあ、調整がねうまくいってるかどうか、まあ、あの休み期間中にちょっと後半こういうふうにやってみたいとか、ああいうふうなことをあの挑戦しようとか、まあ、そういうことはできてくるよね。この暑い時期に体が休めれたっていうことでは出なかった人は良かったのかな。いや、そうは一概には言えないけどね。そういうこと、うん、豊さんも多分8回くらい出てますけど、はい、こう移動とかってこんなにスケジュールタイトでしたっけ。違う違う、俺らの時は3連戦だからもう疲れたのよ、疲れた、やっぱ3つ球場違うわけだから、ね、絶対移動ゲームがあって、ね、移動日挟んでまたゲームだからだるかったのよ。今回も2試合だけど北海道と東京ということで、まあ、東京に戻ってこれればね、まあ、どこに行くにでも便利だから、まあね、だからまあそういう面ではいいよね今回はね、はい、はい、ということで、はい、看板やちーちゃんよろしくということで、はい、お願いします。はい、はい、まずセ・リーグです、はい、ちょっとセ・リーグはね、3連勝というところが2カードありまして、そうだね、はい、DeNA と巨人が巨人の3連勝、はい、阪神と中日が阪神の3連勝、はい、ヤクルトと広島がヤクルトの2勝1敗で勝ち越しました、ね、ちょっと明暗を分けた形になっちゃったよ ね、やっぱこれ大事な DeNA にとっては一戦だったんだけど、まあ、この DeNA 巨人からいきますけども、キスティンが、あのオールスターの最後のね、いやね、試合でちょっと顔面にボールが当たって、ね、まあ、脳震盪ということで、まあ、ちょっと出場できなくなっちゃったんですね。ができないということでね。ちょっとなんかね、出血もしてたよね。まあそうだね。顎の打撲っていうこととね。まあその代わりに、まあ、フォードというね、そう、外国人を使うように、まあ、もともと使う予定ではあったんだけども、まあ、どういうふうな使い方をするかなと思ってたら、まあ、一塁手でね、まあ、すんなりオースティンがいない分、まあ、入れたというね。ねえ、オースティン選手はどのぐらいあれなんでしょうね。まあこれはまあちょっと一番最後に3連戦終わってからちょっと話すけども、はい、まあ、まずちょっと試合を振り返っていきたいと思います、はいはい、で DeNA ジャクソン、山崎康明、そうです、もうこれはちょっとびっくりして、まあ、2戦目の時に話すけども、で K、はい、で巨人は赤星、井上、菅野ということで、はい、1戦目5対2巨人、はい、ね、2対2で迎えた、まあ、あの8回、吉川二塁打、ヘルナンデス、フォアボール、でノーアウト1、2塁、で岡本フォークで三振、大城フォークで三振、これ何を言いたいかというと、まあ、中川だね、投げたのが、はいはい、DeNA が、でノーアウト1、2塁から2アウト1、2塁になるのに、フォークで三振を取られてるんだよ、で続く坂本、2アウトランナー1、2塁から、はい、フォークをね、見逃して見逃して、フォアボール取るんだよね、はいはい、でこうなってくると2アウト満塁、岸田ノーアウト2アウト満塁、
これ難しいと思うんだけどもさ、うん、やっぱりストライク先行でいきたいよね。そうですよね。で坂本がフォークフォークでボールボールになって歩いてる、うん、そしたら考えられるとしたらもうストレートしかない。そうですね、フォークは投げにくくなってますよね。そうだよね、うん、で追い込めばフォークっていうので三振に取ろうと思ってたと思うんだけど、うん、ここでバッター岸田が初球のストレートをフルスイングして2点タイムリー打つんだよね、うん、これは見事だったな、うん、これは難しかったと思うよ。やっぱこれはどっちが両方とも。なるほど。でも岸田は絶対まっすぐって確信があって100で振りにいってるね、うん、なるほど。それで DeNA の方はまっすぐでいってファウルでも何でもいいからやっぱストライク先行してもうボールが先行すると押し出しっていうこともあるわけじゃない。で2対2の同点だしさ、それだけは避けたいと。まあそれでまあこれ打ったやっぱ岸田がすごかったな。やっぱりこうフォーク投げにくくてまっすぐかなっていうふうに読まれてるっていうのは、うん、バッテリーも分かってはいたということですよね、うん、ある程度まあたださ、その主力の打ち取る球が全部フォークだったんだよね、うん、だから岸田もフォークっていうのは見てたと思うんだよ、はい、あのバッターを、うん、だからまあでも初球からフォークっていうのはないなっていうふうに思った。それでも初球のまっすぐに俺はかけたと思うよ。でそれを逆手に読むっていうことはやっぱりバッテリーは難しい。難しいなやっぱ自分本位で考えるよね、うん、でも岸田が絶対まっすぐで待ってるって言ったら、うん、もう絶対フォークから入ったと思うんだよ。そしたらフォークから入ったら空振り取れたかもわからないよね、うん、そうですよね、うん、だからここら辺がね、やっぱね勝負のあやで難しい、うん、だから坂本がフォークを見逃しで我慢したから、まあ、こういうシチュエーションになったんだと思うよ、うんうん、でもう一回フォークで言っとくとまた違った結果になるかも、まあ、ちょっと違ったかもからないでも追い込むまではやっぱフォークはこの2アウト満塁からは投げにくかったと思うな。確かにそうですね。で続く伊豆口もタイムリーで、はい、まあ、この回一挙3点を取って、うん、勝負ありという、はい、で巨人の方はモンテスが代打で出た、うん、で1打数1安打という。でフォードがファーストでデビュー、うん、あれですね、 DeNA ですね。そうだね、うん、まあちょっとノーヒットに終わったんだけど、ね、この日はね、はい、はい、まあちょっとモンテスとフォードに関しても、うん、ちょっと後で喋ります、2試合目、うん、2対1、はい、まあ、山崎康明がプロ初先発だったんだよね。そうなんですよね、今まで先発が一度もなかった、うん、まあルーキーの時に中畑監督で、うん、あのオープン戦で先発で使ったことあるんだけども、なるほど、公式戦では、まあうん、初めてということで、うんうん、平が腰の違和感でね、そうなんですよね、うん、登板回避して、まあ、康明行ってくれと、うん、いうようなことで、まあ、初回はまあ0点、うん、まあ、綺麗なマウンドはすごく新鮮だったと思うよな。そうですよね、ましてやその、高校だからさ、うん、先に投げるからね、うん、2回、はい、まあ続投だったんだよね、うん、まあ1回だけかなと思ったんだけど、うん、2回ツーアウト3塁から、はい、伊豆口にタイムリーを打たれるんだよ、はい、これも初球を、うん、まあこれもったいなくてさ、うん、次が井上なんだよねピッチャーの、はい、だからこれ勝負かなっていうふうに思ったんだよね、はい、これも初球はねシンカー投げてんだけど、うん、ただシンカーを投げればいいやというような感じでね、うん、ボールを振ってくれっていう感じじゃなかったんだよね、うん、やっぱストライクを取りに行ってるんだよね、はい、で伊豆口とすれば、はい、まあ、当然勝負は、まあ、ルーキーだし、まあ、勝負に来るだろうなと思って待ち構えてる、うん、でましては次はねピッチャーの井上って言ったら、うん、俺が勝負を、来るんだったら打ってあげたいっていう気持ちになってるよね、うんうんうん、だからここら辺がなんかちょっと1点っていうのがすごくもったいなかったんだよね、うんうん、で5回、はい、で吉川のピッチャー後方への小フライ、はい、これが内野安打詰まったんだけども、うん、まあ、内野安打になるんだよね、はい、でヘルナンデスの時に盗塁、うん、で岡本がフルカウントからタイムリー2塁だという、はい、まあ一塁も空いてて大城がちょっと触れてなかったんだよ。だからここら辺の勝負もフルカウントだったら
ストライクからボールになるような球で投げ勝負したかったんだけども、うん、ちょっと高くなったね森が、うん、あそうですね、これあの3回からね、そうだね、森投手に変わっていて、うん、まあ森も急遽呼ばれてるからね、ね、本当は2軍戦の先発だったんだけどさ、なるほど、はい、うん、で5回フォードが来日初ヒット、はい、それがホームランということで、そうなんですよね、はい、で相手モンテス、うん、4打数3安打、はい、まあ、1盗塁というね、うん、でこの試合 DeNA はクリーンナップがノーヒット、うん、で全体的に5安打、うん、で森原を出すけども、まあ、反撃を及ばずということで、はい、やっぱ森原を出すっていうことはさ、うん、この暑いのに、うん、やっぱ絶対勝ちたいという意思の表れだったんだけどもさ、うん、まあだけどダメだったんだよ ね。で9回岡本のエラー、はい、まあ、大勢が出てきて、うん、で山本が送りバント、はい、まあ2アウトから大勢に対して渡来を代打で送るんだけども、まあ、レフトフライと、はい、うん、まあ、いい勝負だったね、ね、粘って粘ってというね、でお互い笑みも浮かべながらみたいな、もうこれでどうだみたいな感じで、ね、まあまあね、お互いが、まあ、うん、まあ、だけどね、この対戦見てると、うん、はい、やっぱこういう人間たちがこれからね、うん、プロ野球を背負っていくのかなっていうような感じもするし、でまあ話は前後したけども、はい、モンテス、うん、もう十分使えるね、なるほど、あ、まあ見事だわ、うん、これなぜかヘルナンデスと被るね、被るっていうのは悪い被りじゃなくて、うん、いい意味で、うん、非常にやっぱり力みもないし、うん、そんなに大振りしないしね、うんうん、だから本当に率が残せるんじゃないかなっていうような感じがする、なるほど、うん、うん、でフォード、はい、ホームラン打ったけど、DeNA ね、あ、この人はねやっぱり言えばホームランバッターかなというの感じがする、うん、やっぱパワフルだわ、そうですね、うん、ただ、うん、ねこうやってタイミング取るんだよ、こうやって構え、最初開いてて、うん、こう入れてステップをしていくんだけど、うんうん、このタイミングのゆっくりさっていうのは素晴らしいんだけど、うん、これはまあ例えば日本のピッチャーってそれが分かればクイックで投げたりだとかさ、うん、する時に間に合うのかなっていう、うん、そういう時にどういう対処をするのかなっていうのがすごくこう興味がある、うんうん、ただこのバッター打てると思うわ、うんうん、そういう場合でもってこと、いやそういう、あ、それはまあ関係なくて、それは関係なくて、まあ、トータル的にそうそうそう、うん、だからそういうまあいろんな応用編になってくるけども、うん、まあそれがうまくできればまあかなり打ってくれるというふうには俺は思うけどね、うんうん、なるほど、うん、ねえ今ちょっとね DeNA の方怪我人だったり、まあ ね、ちょっと筒香選手なんかも離脱してますしね、はい、うんうん、で3試合目、はい、この試合はね菅野完封、ね、9回117球、うん、7安打8三振、うん、まあ、無四球無失点というね、はい、うん、まあ、6対0で勝つわけだけども、はい、うん、今日の菅野っていうのは、うん、変化球主体だったんだよね、なるほど、ほぼほぼまっすぐは見せ球とか、はい、変化球でいっといてまっすぐで勝負いきなりしたりだとか、うん、勝負球にはフォークをねすごく多く投げたけども、うん、まあ見事な高さだったな、うんうん、それとやっぱ小林の、はい、やっぱ抜群だね、やっぱもうそこのコンビは鉄板なんでしょうね、すごいわ、うん、まあある程度の成績を収めたら、うん、まあ、バッテリー賞とかね、うん、本当に上げたいぐらいのもう絶妙なコンビネーションだわ、なるほど、でどうやって点を取ったか、うん、ね、5回ワンアウトから坂本ヒット、うん、ね、小林との間でエンドラン、これ牧がねうまいフェイクをしたから、はい、坂本がセカンドに止まったけど、うん、フェイクがなかったら1・3塁作れてたね、なるほど、だけど1・2塁になって、うん、まあ、菅野がバント、うん、丸がフォアボール、はい、これで2アウト満塁と、はい、はい、でこのぐらいから K が、うん、審判にストライクボールの判定に対しちょっとこう苛立ちを見せてくるんだよね、あ、これはもうまずいと、何回も見た光景で、うん、で次のその吉川に対してもフォアボール、うん、これで押し出しになっちゃったんだよ、はい、押し出し、うん、でヘルナンデス、うん、チェンジアップね、うん、外に沈み
ガチのチェンジアップを、うん、本当にうまいね、エルナンデス。やっぱり力みがないから、うん、そのインパクトゾーンを長く振れるんだよね。なるほど。だから持っていけるんだよ、うん、でレフト線ツーベースで2点タイムリー、はい、で続く岡本、うん、申告敬遠でモンテスと勝負、ね、でこの日はここまでノーヒットだったんで、昨日は3安打打ったんだけど今日はノーヒットで、モンテスが、インサイドのまっすぐだと思うんだけど、はい、レフト線の方に2点タイムリーヒットと、はい、まあ、一気に5点を、ね、取り、まあ、勝負を決めたという。本当ですね。でね、ここまでね、やっぱ開幕からずっと K を見てて、うん、やっぱ苛立ちが出てくると大体打たれるの、このピッチャーは。この前のヤクルト戦でもそうだった、うん、で今日もそうだった。これはやっぱね、 DeNA ベンチも分かってると思うんだよね、うん、そしたらもう吉川のフォアボール押し出しを出したところで、うん、もう変えてもよかったね、うん、今日の相手の菅野ということを考えるとさ、うんうん、やっぱり1点2点もうそれが限界だったもんね。なるほど、うん、だからちょっとあの交代時期が遅れたかなっていうね。なるほど、まあ、それまで良かっただけに ね、うん、まあ、ちょっと引っ張ったんだとは思うけど、ね、5回までとかいう感じだったんですかね。本当はもうちょっと投げてもらいたかった、うん、まあ、まあそうだねまあこの暑さだしな。そうなんですよね、うん、だからちょっとでも長く投げてほしいということと、まあ、DeNA の方はやっぱ中継ぎがやっぱこう豊富にいるわけではないから、できるだけ先発に頑張ってほしいっていう気持ちはあったんだろうね。まあ、その気持ちを組むと、やっぱ K を応援してもう一人頑張れというようなことだったのかもわからんね。まあただその短い、ね、時間で気持ちのコンディションを立て直すのはなかなか難しいというところですよね。まあそうだね、K はね、ほぼそうですね、フォアボールがちょっと続いたりね、うん、そうなんだ、うん、でモンテス、はい、もう一度話すけども、うん、今日はね、あの大城を外して、はい、まあ、一塁あの岡本、うん、でサードに坂本、うん、まあ、キャッチャーに小林を入れたんだけど、はい、モンテスが5番に入ってショートを守った、うん、で非常にバッティングはね、うん、まあ、安定感あるかなって、まあ、ただこれからやっぱこうウィークポイントがね疲れてくるようになってくると、それをどういうふうに対処していくのか、うん、それがこう楽しみなんだけども、はい、まあでも打つ方に関しては、うん、ヘルナンデス同様、うん、やっぱり力みがないし、はい、ヒッティングゾーンが長く振れるし、なるほど、うん、だから非常にあの率は残すかなっていうような感じがする。うん、で守備の方なんだけど、はい、あの人工芝とか、うん、そういうことに関しては俺はあんまり問題はないと思う。なるほど。ただし、うん、甲子園、うん、広島、うん、こういった土のグラウンドの時にどういうことを見せてくれるのかなという、うん、ちょっとね腰高なんだよ。なるほど。あのだからそこら辺がちょっと不安なんだけど、うん、まあでも打つ方が解消されるというね、うんうんうん、だから非常にやっぱ打線も厚みが出てきたなという感じがする、うん、それと DeNA の方はフォード、はい、まあ、今日は2番にね、オースティンの代わりにしようということで2番に入れたんだよね。そうですね。それでまあノーヒット、うん、結果は出なかったんだけども、うん、まあ、だけど初球から本当にね、あの振っていけるし、まあもう少しこう日本の野球に慣れてくると、うん、まあ、打ち出すかなっていうような感じがする。なるほど、うん、で守備も、うん、まあ、ファーストだけをやらしてるんだったらあんまり間違いはないかなっていうような感じがしたね。なるほど。まあもちろん動きとすれば、うん、それはねあれだけの巨漢だからそれは動きがいいとは言えない、うん、まあだけどあのハンドリングとかさ、うん、今日見たけども非常に柔らかいし、うん、悪くはないね。なるほど、はい、まあそういう3連戦でした、うん、はい、はい、ちょっと DeNA 心配ですね。ちょっとな痛いな、うん、まあ首位の巨人を迎えてやっぱ最低でも2勝1敗で行きたかったけどな。ちょっとね、うん、まあちょっと巨人が乗ってきてるという、はい、痛い3敗ということですね、はい、で阪神と中日、うん、ね、はい、まあ、これも3連勝で終わるんだけども。そうでしたね。村上大竹西、うん、で中日が小笠原メヒア松葉ということでね、まあ、1試合目、うん、5対1、はい、ね、阪神、うん、全打点クリーンアップが上げる、まあ、初回に、まあ、里輝大山がタイムリー、うん、まあ、7回には森下のスリーランということで、まあ、全あの5点をクリーンアップが上げるというね、うん、
で初回近本がフォーボールで出る、うん、中野がバント、うん、ねバントすることってねなかなかなかったんだよ前半戦って中野選手、うん、っていうよりチームがチームがで中野にバントをやらせるっていうのが、はい、うん、いやだけどなんでこれバントをやったかっていうのはさ、うん、やっぱ岡田監督がクリーンアップに手応え感じてるねこれはね、うん、まあそういう俺は作戦だというふうに思ったけども、はい、まあ7回は、うん、まあ8番から坂本がヒット、うん、で送って近本フォアボール、うん、まあ下位からチャンスを作り上位で返すというね、はい、だから森下がねスリーラン打つという、はい、うん、ことでまあ非常にあのクリーンナップがあの頼もしくなってきた。なるほど、うん、だからこれからやっぱ来るなという感じがするよね、うん、このねあの打順もね、はい、この強かったというか昨シーズン優勝した時そうだな並びに似てきているというところもありますか。まあある程度固定で戦えるというかさ、うん、まあ、3番に森下が入り、はい、まあ、7番に木浪を使い8番にキャッチャーを使うっていうケースが多くなってきてるんだけど、はい、まあだけどまあそこら辺のね並びっていうのはでもメンバーがあんまり変わってないし、そうですよね、うん、だからある程度固定っていうことでいいと思うよね。ねこれ 1,2,3 番とかはね、はい、うん、で中日の方は、まあ、初回福永田中の連打でノーアウト 2,3 塁になるんだよ、はい、まあ、しかし細川三塁ゴロ、中田三振、はい、カリステセンターフライでまあ、チャンスを費やすんだよね。で3回は3連打でノーアウト満塁、はい、中田ショートフライ、カリステピッチャーゴロゲッツ、ノーアウト満塁が3球でチェンジになっちゃうんだよこの後。ちょっとあんまりないですかね。だからもう流れというかさ、まあ、そういうのも全くないよね。だからわずか、まあ、3球でノーアウト満塁が0点に終わっちゃうんだから、だからチャンスは阪神よりあるんだよ、作ってんだよ、うん、12安打打って、うん、だけど得点にしないとね、うん、ただ村上ね勝った村上、うん、6回96球11安打、はい、2三振、はい、まあ無四球1失点ということなんだけど、はい、まあ、11安打を打たれてちょっとねびっくり、うん、それで1点しかやらなかったというね。そうですね。それがすごいですよね。まあそれがすごいんだけどもね、うん、でも中日はもうちょっと考えないかんな、うん、だからクリーンアップの差が出てるかなっていうの感じがするよね。なるほど。で2試合目、うん、はい、7対3、まあ、阪神というね、うん、初回は森下が先制で先制タイムリーね、はい、で4回にも森下がタイムリー、うん、で前川が3回ですかね、4回じゃない、あ3回か、うん、で前側がレフトへもう本当ライン上ギリギリに落ちるタイムリーね、あーで木浪もタイムリーで続いて、うん、まあ一挙5点というか5点リードになるんだよね。そうですね、4点取って 5-0 になるんですね。そうだね、うん、で5回には、はい、まあ里照大山の連続タイムリーで、点差を開いていくという、はい、でまあ大竹がね、うん、岡田監督にいや行かしてくださいとね、自分でね、うん、ね8回上がったんだけど点取られやがってと何が完封じゃというようなこと言われたみたいなんだけど、はい、まあ8回、うん、その大竹ね、うん、128球、はい、7安打6三振、うん、1四球の1失点、はい、まあでもねこの暑い中甲子園で、うん、まあ、1失点に収めてくるっていうのがね、はい、まあ、素晴らしいなというふうに思うね。そうですね。で細川中田、うん、ちょっとクリーンアップの差がね出たかなというこの試合でも、はい、うん、やっぱ阪神はあのクリーンアップが絶好調になってきたし、はい、森下が今季初の猛打賞かな、うん、もうやっと明るい表情になってきたね、うん、森下が ね、まあ、それと阪神の打線の中で、うん、やっぱ3番と7番が機能できれば、はい、打線は流れるっていう話はしたことはあるんだけども、はい、やっぱ森下が3番に入ってこうやって打つ、はい、まあ木浪がタイムリーを打ってくれる、うん、まあ、そうなってくるとやっぱりあの得点にはなってくるね、うん、だから非常にいい流れになってきてるなという感じがする。はい、はい、で3戦目、4対3、うん、阪神サヨナラ勝ちというね、本当にわからないような試合になりましたが、延長11回でしたね。そうだね、はい、
まあいろいろあった中で、はい、9回、うん、2点を追う中日、ね、ノーアウト満塁を作る。そうでした ね、ピッチャーは岩崎投手ですね、はい、山本、細川が連打、うん、で高橋周平、はい、これ打たすかバントなのか、うん、そしたら打たしていったね、うん、大丈夫かなと思いながら2点だから、うん、ノーアウト1、2塁送ったら2、3塁一打同点というチャンスは作れるなというような思いを持ちながら見てたら、はい、高橋周平が、まあ、粘って粘ってフォアボールを取った、はい、でノーアウト満塁、ねね、続く田中、うんね、セカンドも抜けたと思ったやつを、うん、同点だと思ったやつを中野がファインプレーしたね。そうもうグラブの先っぽに引っ掛けて、うん、センター寄りのボールを取って、まあ、ショートにトスをした、うん、これで1点、ね、3対2でのあワンアウト1・3塁そうそう、うん、から、中田、うんね、1・3塁からレフト前へ、うん、同点タイムリー、はい、でワンアウト1・2塁でリューク、うん、ライト前ヒット、うんね、またワンアウト満塁、はい、また満塁を作ったそう、ねうん、でバッター岡林ここでさ俺思ったんだけど岩崎が、うん、状態良くないんだよね。そうですね。でカウント3ボール1ストライクになるんだよね、うんはい、で次のボールは俺絶対見逃すと思ったわけ。そうです、ね、押し出しもあるし、うんうん、もう同点になってるし、うん、そしたら振りに行くんだよ、うん、だからインサイドにちょっと抜けたボール球を振ってるんだよ、はい、でもこれ見逃してたら押し出しなんだよね、うん、で1点勝ち越して9回裏を迎えられるのに、うん、俺なんで打ちに行ったのかわからないのいやフルカウントになって勝負できるようなバッターじゃないと、うん、やっぱねこういう場面ではもうねど真ん中だったらいいよ。でも完全にボール球だもん、うん、これを振ってで挙句の果てに見逃しの三振でしょ。そうですね、ま、ちょっとチグハグですかねものすごくチグハグだよ、ね、なんで打ったのかでもう、ま、ベンチは待て出さなかったのかなって思うぐらい、うんまあ、しょうが積極的に行くのもいいけど、うん、でもやっぱねあれ振ってくれて助かったと思うよ。そうですねカウント的にね、うん、それでボールも振ってもらったし、うん、それで勇気もらえたと思うよ、うん、で結果この回、うん、2アウトから代打中島、うんうんね、三振ということで、はい、まあ延長に入るんだよ。そうでしたねどうでもいいでね、うん、ね、うん、で延長もねいいプレーとかあったよ。ありましたね、うん、ただ11回マルティネス、うんまあ、一番信頼のおけるピッチャーを出してきて、うん、近本ヒット、うんまあ、中野が送りバント、はいまあ、やっぱこう、まあ、こういう場面では送ると思うけども、ね、やっぱり森下とか里輝、うん大山が当たってるからね、うんまあ、とりあえず送っとけと、はい、で森下と勝負来てくれたんだよ、うん、でさよならヒットと、ね、うんいやだからもうねこの一球の持つ意味、うんここで何で打つのか打たないのか、うん、これはね大きな判断だよ。ね、うん、ねでこの試合で、うん、まあ田中がね延長10回かなあれは9回かなあの忍者みたいな。そうそうそう、ね、まあ原口がね代打で出てきてランナーセカンドから、うん、もうセンター前かっていうね抜けたかっていうのを、うん、10回裏ですね10回裏ね、うんまあ、ジャンプ一番取ったけど今日の田中はねバントは失敗するわ、うんね、トンネルして点数を与えるわ、うん、ねで最後の、まあ、9回、まあ、1点は取ったけどもやっぱ中野にファインプレーされるわ、うん、やっぱこれいい経験したと思うんだよね、うんただやっぱこう忍者田中、うん、こういう試合はやっちゃいかんね、うん、田中はね、うん君がやっぱりもうきっちりやるところは全部やらないと、うんうんうん、ね、まあ頑張ってほしいと思う ね、うん、今日の試合はいい教訓に。ただ阪神は乗ってきた。そうです ね、これはなぜかというともう再三言ってるようにクリーンナップ、うんまあ、特に3番森下ね、まあ、これがやっぱこう本調子になってきたということと、うん、やっぱ7番木浪、はいが入ってまあまあそこら辺から上位にチャンスをね回してくれば、うんまあ、坂本梅野とかね、うん
まあ、近本もしっかりしてきてるし、うんうん、非常にいい流れになってきた、はいはい、という3連戦でした、はい、で最後セ・リーグ最後ヤクルト対広島、うんね、はい、ヤクルト山野、うん、高橋奎二、うん、坂口と、はい、で広島の方はハッチ、うん、森下、栗と、はい、1戦目、9対6、うん、広島、はい、これはね、まあ、山野、うんね、高川学園豊さんの ね同じですね、準決勝で負けてちょっとね、負けた相手が甲子園に出るという、うんね、準決勝でしたっけ、まあ、準決勝、うん、まあそれはいいんだけど、まあ、まあちょっとね、まあ、山野が先発するっていうね、はい、で2回、うん、9安打、うん、2つのフォアボール、うん、1つのデッドボールで9失点という、ねね、1回3分の1、45球、うん、9安打、うん、2三振、うんうん、1つのデッドボールに9失点、うん、山野、ねね、これで9失点をするというのはなかなか、まあそんなないんだけどさ、ね、これね、うん、まあ映像を見るとさ、うん、まあ、試合見てるとやっぱね、左バッターに簡単に打たれてるんだよね、うん、まあ、それも大体引っ張られてるんだよ、はい、それなぜかというと、うん、この肩口から全部こう甘めに入るんだよね、うん、これがこっちに流れてくれればさ、左バッターって打つのが難しくなるんだけど、肩口甘めから真ん中に入ってくると全部カモなんだよね、うん、だからそこら辺のキレがちょっとなかったかなっていうような感じがするよね、うん、ただやっぱカープは、まあ、久しぶりにこうやってつながったなっていうような感じがするよ、本当ですね、うん、でやっぱこうハッチ、うん、まあ、久しぶりの先発だったけども、うん、まあ、4回6失点、はい、であと1イニング投げれば勝ち投手の権利があったんだけども、うん、まあ新井監督が厳しい采配したね、うん、まあ、9点取ってもらって6失点する、うん、それは危なくて使ってらんないよね、そうですね、うん、だけど黒原が勝つというね、うん、でこの試合で、まあ、ヤクルトはもうとにかく9点取られても、うん、まあ、これからの戦いって10点取らないと、ね、打って打って打ちまくれっていうメッセージをこう送ってるんだけどもさ、うん、あの初回18号ツーラン村上、うん、はい、で4回には19号ツーラン、うん、ね、これで4点取ってるんだよね、はい、村上一人で、うん、まあ一人でっていう言い方は良くないけど、まあ打点的にとかですね、まあ打点的にね、うん、まあだけどこうやって主力がね当たってきてるし、うん、まあオールスターでやっぱもう2試合連続のホームランを打ってるしね、うん、そうですね、絶好調になってきてるんだよね、うん、まあだからまあ9点っていうのはなかなか難しいかもわからんけども、うん、でもヤクルトの方も6点取ってるわけで、まあね、ピッチャーの人がもうちょっと頑張ってくれればね、うん、勝てる試合になるなっていうふうには思うよね、うん、はい、で2試合目、はい、で高橋奎二、うん、よかった ね、まあ、何がよかったかって今から話すけどもさ、うん、まあ、7回105球6個の三振の、うん、無四球無失点という、無四球っていうのがいいわ、高橋投手無四球はあんまり珍しいよ ね、 ですよね、珍しいけど、うん、やっぱただ高橋奎二っていうのはもうどんな時でも向かっていく気持ちは忘れないからさ、うん、だからそういうところではすごく好感は持てるんだけども、うん、やっぱ向かっていくのはいいけど引くところがっていうようなところでね、うん、まあ、向かっていってホームランを打たれるとかさ、うん、まあいろいろあるんだけども、はい、いやだけど無失点っていうのがね、うんうん、まあ、無失点というか無四球っていうのがいいよね、うん、で森下、はい、ね、相手は、うん、6回3分の1、107球、6安打、3三振、2四球、1つのデッドボールの3失点ということ、うん、ね、まあ、森下もね、点をやらないように最初から頑張ってたんだけども、まあまあ、とうとう吐き出したという、うん、もうその吐き出した経緯というのは、まあ、7回、ワンアウト満塁から、うん、代打、川端、うん、ね、2点タイムリー、まあ、強く引っ張るんだよね、はい、まあ、強く引っ張るけど、坂倉、のミットを弾く、うん、ね、ライト前、はい、まあ、強く引っ張ったからそういう結果にね、現れたと思うし、うん、川端っていうのはどちらかというとうまく打とう、うん、どちらかというとセンターから反対方向、うん、っていうこともこう
想像できたんだけど、この日はやっぱ強く引っ張ってたね。なんか吹っ切れるものがあったんだと思うけども、代打で、はい、うん、で赤羽が続いて、はい、タイムリーを打って、まあ、3点を取るというね、はい、まあ、このあと小沢、ロドリゲス、まあロドリゲスが抑え役で出てきたんだけど、危ないと思ったら山本を使った、最後にね、で山本がプロ初セーブを挙げるという。木澤投手ですよ、小沢投手、木澤さん投手で今だ、あ木澤か、はい、あ木澤を使ったんだね、はい、あそうだね、木澤とロドリゲス、山本、そうです、そうです、で山本はあプロ初セーブというね、うん、でまあ広島のチャンスがなかったわけではなくて、はい、9回2アウト2、3塁から、うん、まあ、代打松山を送っていくんだけども、はい、まあ、セカンドゴロで、うん、倒れたという、うん、まあ、この試合の切り札は川端と松山、はい、ね、川端が結果を出し松山が倒れたというね、うん、まあそういうかな、はい、うん、でも高橋奎二良かったね、そうですね、まあ、これでちょっとすっきりしてくれるといいな、うん、で、ね、3戦目、はい、ヤクルト逆転サヨナラ、なんかね9回に ね、まあ、あの広島の方は追いつかれたらこう突き放すというね、うん、山田のホームランで追いついたんだけど、うん、まあ、坂倉のホームランで突き放すという ね、うん、ね、まあ、両主力がホームラン合戦をしね、うん、1点を追う9回になるんだけども、うん、まあこの試合でも代打川端ヒット、うん、山田が続いて、うん、ね、岩田が送り、ツーアウト二三塁から、うん、長岡が、まあ、ヒットと、うん、そうそう、ツーベース ね、で、逆転するという、ね、ただ長岡の場面、うん、ツーアウト二三塁一塁空いてるぞと、そうで1番長岡だと、うん、で2番に誰を入れてたかというと、うん、赤羽が入ってんだよね。なるほど。でこの日赤羽、うん、4打数4安打1ホームランで怖すぎる。そりゃね長岡と勝負するよ。そうですね。で長岡はここまで4打数ノーヒット、うん、そうね、で最後が1本出て大ヒーローになったという、ね、うん、でまあこの3連戦ヤクルトは14点取ってんだよね、うん、いいぞいいぞって、うん、ね、このまま取り続けろって、そしたら面白いと思うよヤクルトは、うん、本当にね、村上選手もね、うん、復調してね、そうそうそう、うん、まあ村上がね今日打たなかったら山田が打ってくれるとかさ、うん、で赤羽のホームランもすごかったな、うん、低めの変化球だったけどすくい上げてさレフトまで持っていったけど、この前はねこの高めのめちゃくちゃ速いボールをレフトスタンドに持っていく、今日は低めのを拾って持っていく、いやいいバッターに育つと思うな、うん、うん、だから、まあ、今日のヒーローは長岡だけども、はい、長岡に打たしたのは赤羽というね、これがやっぱ打線なんだよね、うんうん、4打数4安打1ホームラン、誰が勝負する赤羽と、ね、ね、一塁が空いてても、うん、あの長岡と勝負するよね、うん、うん、でもその期待にね、まあでも長岡もね自分が歩かされるんじゃないかじゃなくて、うん、赤羽とは勝負しないだろうなって今日の赤羽とはって、うん、思って、まあ、勝負、に集中できたと思うんだよね、うん、この打席はね、うん、はい、非常にいい打席だったと思います。はい、はい、ということで3連戦を振り返りますね、はい、はい、続きましてパ・リーグ、はい、こうなりました、はい、日本ハムと西武は1勝1敗1引き分け、はいはい、ソフトバンクとオリックスはソフトバンクの3連勝、はい、楽天とロッテはロッテが2勝1敗の勝ち越しでした、はいはい、まず日本ハム対ライオンズね、はい、あのね一番日本ハムが難しい相手とぶつかったわ、うん、どういうことですか。これはどういうことかというと、やっぱ西武ライオンズって後半から何かを変えていかなきゃいけないし、うんうんうん、やっぱ新鮮な気持ちでやろうよと、もう一度、まあ、こっからスタートの気持ちみたいな感じで、今はもうもっかそういうテーマですかね。まあまあそうだね、うん、だからねすごく新鮮な気持ちで入ってくると思うんだよね、うん、ただ日本ハムの方は争いがあるロッテ楽天、はい、ね、うん、ああよくまあそのトップまでっていうね、うん、だからいろいろ邪念があるんだよね日本ハムの方は、うん、だからやっぱ勝たなきゃいけないという、はい、まあ、欲もあるし、うん、まあ、西武の方はもうこれからね、もうとにかく頑張っていこうと、うん、若手を頑張れというようなことで、まあ、スタートするんだけども、うん、
まあ、日本ハムの方は加藤、うん、福島、伊藤、うん、で西武の方は渡辺、竹内、菅井投手、ね、で初戦、うん、ね、まあ引き分けになるんだけども、はい、まあ、4回、水谷ヒット、うん、万波のゴロをエラーしてくれるんだよね。でノーアウト一塁二塁、はい、で郡司が送るかなと思ったら強行に行こうとしてた時に、うん、暴投ワイルドピッチ、うん、ほんでノーアウト二三塁にしてくれるんだよ、うん、バントもしてない、ね、本当はゲッツーなのに、うん、ノーアウト一塁になった、うん、で送るか送らないか迷ってる時に暴投してくれて、うん、ノーアウト二三塁になった。何もしないで、うん、チャンスをくれた、うん、ね。あ、郡司はこれはセカンドの方向に打ってくるな、打っていくだろうなと思った、うん、ノーアウト2、3塁だから、うん、ね、で内野手もあちょっと下がり気味だったから、うん、そしたらセカンドライナーでライナー動けず、うん、でレイエスがセカンドフライ、うん、石井が三振、え、こんな美味しいチャンスで0点なんだと思っててね、これ相手が点取ってくださいっていうような攻撃だったんだよね。しかもね、1番から始まっててランナー置いてるのにクリーンアップっていう、ね、そうなんだよ、絶好なんだよ。これを0点に抑えるね、うん、で5回松本がツーベース、清宮がライト前ヒット、はい、で1・3塁を作るんだよ ね、 ノーアウト1・3塁、ね、うん、ここは点が入るだろうと思ったら入ったわタミヤのゲッツーでこれタミヤ の打点にはならないんだけど、はい、まあとりあえず 1点を取るという先制にはなったんだよ、うん、で加藤、うん、あと1人、はい、ね、9回、うん、あと1人で完封やなって、うん、まあ この時間帯が、8時10分ぐらいだったよ。めちゃくちゃ早かったんだよ、うん、で8回3分の1106球、うん、3分の2ね、3分の2か、あ、3分の2、106球、うん、7安打、はい、5三振、うん、1四球の、1失点、はい、もうあと1人、戸の先にやられるんだよ。そうそう、これね、見てたら先頭打者さえ出さなかったら、うん、大丈夫だなと思ったら、うん、ピッチャーの頭の後ろに落とされるんだよね勝負ライを、うん、もうどうしようもないところに落とされて内安打、ね、まあ、それから戸の先がまあタイムリーを打つわけだけど、うん、あ、これは帰れないよなピッチャーねえ、あ、このタイミングではね、この流れで来て ね、まあそうだね、まあ1点取られてからはもうさすがに変えたけどもさ、うん、だけどこの試合渡辺、うん、ね、8回108球7安打6三振無四球無失点、あ、無四球1失点、うん、もうとにかくね、相手がね、うん、あれだけ足を引っ張られてるのに、うん、ほんと耐えるねいや、それと、うん、やっぱ出力の上げ方、うん、ピンチになった時、うん、危ない時、うん、これはものすごくね、余力を持って投げてるから、うん、ここって言った時の球の走りはね、また全然違うね、うん、それと全然違う落ちをするフォーク、うん、まあ、素晴らしいわ。なるほど、うん、まあ、高校の時から素晴らしいと思ってたけど、うん、まあ、素晴らしく成長してるなっていう感じ、うん、でも西武はこういうピッチャーに勝たせてあげないとね。本当ですね、うん、だけどこの試合引き分けは、ね、日本ハムにとってめちゃくちゃ痛い、ね、これはなぜかというと、うん、3連戦のローテーションを見た時に、うん、次の試合、うん、竹内が投げるというね、うん、うん、だからいやこの試合は勝っとかないかんぞと、うん、A クラスに残るにはとか、うん、まあ、いろいろ思ってたんだけど、はい、その2試合目、うん、やっぱさすが竹内です、はい、6回3分の2、うん、108球、うん、7安打6三振1つのフォアボールに1失点という、うん、で福島、はい、5回3分の2、うん、73球、うん、4安打1三振、うん、1つのフォアボールに1つのデッドボールで3失点という、うん、いいピッチングしてたんだよ、うん、本当に竹内にね、うん、勝るとも劣らないピッチングをしてた、う
で1点をもう争う6回、うん、まあ先頭源田にフォアボール、うん、で西川との間でエンドランをかけるんだよ、はい、西武が、うん、そしたらレフトの水谷、うん、若干前に切るんだよねスタートを、はい、そしたら頭上を越えてったんだよ、うん、ちょっと目測を誤ったかなっていうようなね、うん、まあ一挙源田が帰ってくる、うん、でそのホームにつないだ送球間に、うん、打った西川が、三塁を陥れると、うん、で山村が犠牲フライで昼間がランナーなくなってツーベース、うん、まあ遠野がタイムリーツーベースという、うん、まあ、一気に3点を取られて勝負が決まっちゃうんだけどさね、この遠野選手の時にピッチャーは変わってるんですよね。そうなんだね。でまあこういう試合っていうのはすごく難しくて、うん、でやっぱ相手もエース級にすごくいいし、うん、まあ、ルーキーとはいえね、まあ、ものすごいポテンシャルを持ったピッチャー、うん、1点を取るのがすごく大変なピッチャーの中で、うん、やっぱミス、この回にミスが2つ出てんだよね、うん、やっぱ目測を誤るのと、はい、打球判断のね、うん、それと送球間に西川に三塁に行かれてるという、はい、うん、これがやっぱ2つのミスで2点につながった、うんうん、まあ、あとそのツーベースツーベースのタイムリーっていうのはさ、まあ、落胆から招いた、うん、まあ、失点だと思うけども、はい、やっぱこう A クラスをこう狙うに、うん、まあ、例えばタイムリーヒットで1点を取られても、うん、させないホームに投げて、うん、バッターランナーが次の塁を陥れるとかね、うん、そういうことだけはちょっと判断的に避けてほしいな、うんうん、だからまあそういうのがすごく気になったね、うん、で7回、はい、日本ハムの方は代打清宮がタイムリー、まあ、この日はレイエスとマルティネスが並んで打順組んでたんだけども、はい、まあ、お互いがノーヒットというね、うん、まあ、2人がどっかで1本出てれば3番4番でね、うんうんうん、出てれば、まあ、この試合もこういう負け方はしなかったかなという感じがするよね、うんうん、だからちょっとね、まあ、初戦もそうだけどもチャンスはあるんだけども、うん、ものにできてないっていう日本ハムがいるね。ねえ、なんか調子のいい時だったらそこで点が取れてたっていうところですかね。まあそうだね、うんうん、まあ、うん、万波が頭にデッドボールとか、ねえ、まあ、ちょっとあったけど、ちょっと心配な、うん、まあ、これが後遺症的にちょっと怖くならないければいいなと思うけどね、うんうん、どうなんですかね、それ結構人によりそうですよね、まあまあ、ただ万波はその後フルスイングしてたし、うんうん、だからまあその残像が残るっていうことはないかなっていうような感じはしたけどね、うん、なんかこう避け方もこうね、しゃがんでというか、まあそうだね、うん、ドンっていう感じではなくこう、うん、ね、まあまあでも衝撃的にはあるだろうけども、うん、まあそんなにボールもすごく跳ねたしね、うん、まあそんな全部のその球速が頭にかかったっていうことではないから、うん、まあ大丈夫かなというふうな感じがしました。そうですね、はい、はい、で3試合目、うん、もうこの日は絶対勝たないかんぞと思って、ね、で、まあ、伊藤大海、はい、ね、9回、うん、94球、うん、2安打7三振、うん、まあ、000と、うん、0失点と、まあ、まあ、見事マダックスをね、まあ、決めたということで、はい、なんていうのかな、まあ、西武のバッターも若いから、うん、まあでもこの伊藤がどんどん攻めることができたね。なるほど。だからそのことによって、うん、球数もすごく減っていってたし、うん、伊藤大海もどんどん来るから向こうもどんどん打ってくるし、うん、だからまあ非常にその勝負の中で、まあ、打者を制していったというね、うんうん、まあ、非常に見事な投球が見られたんだけども、うん、まあ、初回清宮が先制タイムリー、うん、まあ、レイエスがタイムリーで2点という、うん、2回には打者は12人、ね、その中で8安打、うん、1つのフォアボールで一気に7点、うん、9点取るんだよね。だから結局2回まででね、2回までで、うん、で13安打、うん、ね、この日はね、はい、だからまあこの試合でこうちょっとすっきりするかなっていうような感じがするよね。ね、ちょっと一方的な試合でね、うん、まあ1試合目2試合目っていうのがさ、うん、チャンスがありながら全然打てないというチャンスにね、うん、まあ、ちょっとストレスがたまりかけたんだけども、まあ、3試合目はね、まあ、こうやってタイムリーがね出たりだとか、う
まあいろいろしたんで、まあみんながちょっとすっきりしたかなというね、まあ、そんな感じがします。投げてもね、伊藤投手が今季2度目の完封、そうそうそう、8勝目ということで、そうそうそう、しかも2安打、そう、ね、でマダックスというね、マダックスというで、この3試合でやっぱ目についたのが、うん、少し万波が落ちてるなということと、うん、清宮が逆に上がってきてるという、うん、だから非常に頼もしくなってきてる、うん、だから清宮をどこに配置するか、打順の中で、うん、いろんなことができると思うんだよ、はい、まあそのバントとかそんなんじゃなくてね、うんうん、清宮は2番打ってもいいし、まあ、1番も打ったことあるし、うん、クリーンアップ出してどこにポイントゲッターとして置くかね、うん、だから清宮は絶対ポイントゲッターなんだよね、うん、でこの1戦目からの結果を見ても、非常にこうタイムリーが出る時期に来てるから、うん、まあ、そういうところに配置するといいのかなっていうような感じがするよね。なるほど、はいはい、もうなんかこうね、誰かが落ちると誰かが上がるっていうのがあるといあるのはいいですよね。まあそうだね、うん、まあ軍事もね悪くないけど、タニアがちょっと心配かな、うん、うん、なるほど、そうだね、はい、ただまあ西武の方はまあ西川がね、うん、活躍したりだとか、ね、若手がね徐々に出てきてるし、うん、まあ頑張れ頑張れというね、少しずつ少しずつですかね、はいはいはい、ということで、うん、ソフトバンク対オリックス、はい、ね、うん、ソフトバンクは3連勝、そう、いや強いな、なんか強いですね、うん、ソフトバンク、うん、落ちないですよね、落ちない、スチュワート、はい、有原、大関、うんうん、でオリックスの方は宮城、うん、田島、うん、曽谷という、はい、ね、まあソフトバンクの方は、まあ、いいスタート切りたいなっていうふうには思ってたと思うんだよね、うん、でオリックスの方はやっぱソフトバンクをきっかけにしたいなっていうふうに思ってたはずなんだけどさ、うんうん、まあ、1試合目5対1、うん、ソフトバンクね、はい、初回、2本のツーランホームランで先制、うん、はい、でもうツーアウト後栗原がセカンド内野安打、うん、山川がツーラン、うん、山川もちょっと掴んだかな、うん、オールスターでホームランダービー、ホームランダービーも良かったし、ね、本ちゃんのホームランも、ね、えらい飛んでたからね、そうですね、うん、うん、でね、この試合でもね、ちょっと詰まり気味なんだけどもさ、うん、持っていけてるんだよ ね、うん、15号、うん、で、それで終わらないんだよ、うん、で、近藤二塁打、はい、正木が今季初ホームラン、うん、まあ、1号ツーランで、都合初回だけで4点を取る、そうね、相手は宮城、うん、で宮城がどうだったかというとさ、6回99球、うん、4安打12三振、無四球4失点ということで、うん、初回だけなんで打たれたのが、だって4安打12三振で 4失点、そうちょっとねよくで、初回に4安打集められて4失点してるだけでツーラン2本で、うん、いやだからもったいないっていうかさ、まあここら辺はね、うん、やっぱソフトバンクはさすがだなと思うのは、うん、やっぱいいピッチャーの立ち上がりをやっぱしっかり捉えるね、うん、その後はもう12三振食らうんだけどもさ、やっぱ4点を最初に取ってるというね、本当にだから見事だなっていう、うん、で正木もやっぱこう効いてるな、6番で、なるほど、やっぱいい活躍してるわ、うんうん、でスチュワート、うん、6回3分の2、はい、107球、うん、5安打4三振1四球1デッドボールの1失点という、うん、やっぱねスチュワートがすごく、まあ、良くなってきてるね、ま、うん、っすぐが本当に力強くなってるし、やっぱ制球が落ち着いてきてるという、うん、勝つにつなが勝つことによって本当に落ち着いてきてるわ。でそれまではもう勝ちたい勝ちたいとかさ、うん、そういうことで力みが先に走ってたんだけど、やっぱ今年の場合はもう本当に点取ってくれるし、うん、だからそういう意味ではすごく落ち着いて力強く、まあ結構成長したねこのピッチャーが、うーん、だから後半戦の開幕に来たもんね、うん、宮城との投げ合い制しました、うん、ねえ、一方のこの宮城投手がね6敗目ということで、
まあ、そうだな、やっぱ初回だけだからね。ねえ、まあ、これは何とも言えないけどさ、ね、うんうん、でもこれを初回を逃さなかったソフトバンクたちのバッター、これがやっぱすごいなと思うね、うん、ソフトバンクたちの、うん、ソフトバンクの打者たちがすごいね。ね、はい、はい、で2試合目、はい、で有原完封、うん、すごいな、なんかね、有原投手の安定感が、うん、9回105球、うん、2安打よ、2安打よ、うん、6三振、はい、2四球の無失点という ね、まあ2回近藤がフォアボール、うん、ね、正木、中村、連打で、うん、ノーアウト満塁を作る、はい、で、バッター甲斐、うん、ね、ここでおそらく田島のスライダーだったと思うけどさ、うん、もう巻き込んで、うん、レフト線に持っていったね、うん、で、2点タイムリー、ツーベースという、うん、で、槙原が、続く槙原が犠牲フライで3点と、うん、で、その3点をその有原が守っていくという、うん、もうね、安定してるっていうのはね、まず高さを間違えないということ、うん、それとここというところのやっぱこう集中力とコントロールの良さ、うん、まあ、これにやっぱこうなんていうのかな、集約されてるというかさ、うん、まあ、そんな感じがするよね。で、困った時には落ちるボールがあるというね、うん、だから非常にもうこう自在だなっていうような感じがするよ、うん、だけどソフトバンクこれ6安打ね、この日、うんうん、でクリーンアップがノーヒット、うん、はい、ね、だけど下位打線がいいわ、うん、中村、甲斐、牧原、はい、これ下位打線じゃないけどね、ちょっと人間的にはね、ま、うん、だからまあ下位はね、下位打線かもわからないけど、うんうん、中村とか牧原とか上位打っても全然おかしくないからね、うん、でオリックスの方は6、7、8番杉本、頓宮、宗、うん、これが6、7、8だよ、ね、いやもうちょっと上位打てよっていうような、ね、まあでも森とかね、西川とか、うん、まあ、そういう人間がいたら、まあ、そんなにはこう上に行けないのかもわからないけども、うん、まあこの象徴するのがさ、うん、8回杉本が先頭打者でヒットで出るんだよね、うん、で頓宮が倒れるとまず、うん、で宗がダブルプレーで何にもなく終わってしまうというね、うんうん、だからちょっとやっぱこうなんていうのかな、流れが悪いなっていうような感じがするね。まあ、状態も良くないし、うん、やっぱ頓宮が頑張らないと、うん、まあ、昨年はさ頓宮が首位打者を取りね、まあ、今年は4番を打ちたいということでスタートしてるわけだからさ、うん、からもうちょっと頑張ってほしいなと思うね。ね、はい、で3試合目、はい、その頓宮の先制ホームランが3回に飛び出します。はい、ね、うん、まあ、しかしその裏今宮がタイムリーという、うん、5回には2アウト1・2塁から今宮が勝ち越しタイムリー、うん、続く周東もタイムリーということで、うん、今宮はさその前日バントのサインで空振りしたんだよね、うん、で槙原が飛び出したんだよ、あ、ね、でその回点が入らなかったんだけどさ、うん、やっぱそういうのがやっぱ悔しかったのかどうか知らないけど、どうしよう、やっぱきっちりやっぱやってくるね、うん、うん、すぐ回収してね、もう回収してやり返すというさ、まあ、そういうの素敵な男だね、俺も、いや本当にね、でまた周東が、うん、バッティングが良くなったね、なんかね、全然もう何年か前のイメージと全然選手のイメージが全然違う、全然違いますね、うん、これもう守備においてもですけど、だからね、うん、昔は左ピッチャーの時にはっていうのがあったけど、うん、今はもう全く関係なく使われるから、うん、そういう自信もあるだろうね、ねえ、うん、でタイムリーね、はい、で6回には山川がソロホームランという、うん、まあ、山川もやっぱり掴んでるわ、うん、まあ小久保監督とね一緒にオールスター休みの時に食事をし、うん、初めてアドバイスをもらったというね、監督から、うん、でちょっと後ろが大きくなってるから、うん、もう少しコンパクトにしたらどうなんだっていうような話から、うんうん、まあ、簡単に言えばだよ、うん、まあ、それからホームランが出るようになったって言うけどもさ、うんうん、やっぱバッターってそういうきっかけがあるんだよね、ちょっとしたことちょっとしたことが、うん、
まあオールスターの時にね、うん、まあ、いろんな選手と話したりだとか、うん、まあ言えばその別の監督さんとか、うんうん、まあいろいろあるじゃない、うん、まあ岡田監督が牧に、うんうん、おい森下どうなんやと、うん、うーんって牧が考えたらそれがまた記事になるんだよ、うん、あんまりいい返事がもらえなかったと、いやいや森下大丈夫だからね、うん、っていうような感じなんだけど、うんうん、まあそういう情報交換とかある中で、やっぱり山川はいいなんかアドバイスをもらったみたいな、うん、はい、じゃあそれがきっかけになってるんですね。そうだね、うん、でオリックスの方は67番、はい、うん、でセデイの胸がまあ3安打ずつするんだよ、まあ、気を吐いていくんだけどもさ、はい、その後ろを打ってる頓宮が、うん、まあ、先制のソロホームランだけで、そうね、でその前にセデイの胸が打ってくれてるのにタイムリーが出ないという、うん、ね、うん、やっぱりちょっと取り戻してほしいな。難しいですね、うん、やっぱり今宮がさバント1個失敗しただけで、うん、だから今日にかける気持ち、うん、だから悔しい気持ちで球場来たと思うんだよ、はい、それがタイムリーにつながってると思う、うん、あ頓宮も悔しいわけではないと思うんだけども、うん、やっぱりねなんか取り戻してほしいなというふうに思うよね。ね、まあその気持ちはあるんでしょうけど、うん、なかなかな、ね、表現ができないよね、うん、だけどこの試合ともに10本、うん、両チームともね10本ずつ打ったんだけども、ね、うん、オリックスは偏りがあるんだよね、うん、まあ、セデイの胸が、うん、まあ、3本ずつ、それは悪いことではないんだけどもさ、うんうん、やっぱこう後ろに調子の悪いバッターがいると、うん、それが何にもならないというね、うん、でソフトバンクはあのまんべんなくこうヒットが出てるんだよね、うん、だから誰かがこう引っかかってくるというかさ、うんうん、まあ、そんな感じがする、うん、でねこの3連戦見て特に思ったのは、うん、やっぱソフトバンクは固定で戦えてるよ。それは打順とか、まあ打順とかね、うん、まあ、1、2番は周東と今宮、うん、あ周東今宮か今宮周東かっていうようなことで打っていくんだけども、うん、まあ栗原がいて、うん、山川がいて近藤がいてみたいな、うんうん、まあ、正木とかがいてみたいな、はい、まあ、大体固定で戦うんだけど、うんうん、まあ、オリックスの方はやっぱこう、まあ、これは伝統なのかもわからないけども、はい、やっぱこう打順の変更をいろいろしていくんだよね毎試合。うん、でもねこれある程度やっぱこう実力者もいるわけだから、はい、固定で戦ってみたらどうだろうなと思って、うんうんうん、そしたらね少し落ち着くかなっていうふうに思うんだよ。なるほど。あのオリックスの方は力がないわけではないから、うん、だから少し落ち着いてやったらどうでしょうっていうようなことは少しちょっとね感じたかな。なるほど。はい、はい、まあ、とそういう試合でした。はい、で最後楽天対ロッテ、うん、ねこれはやっぱこうさゲーム差が近いしね、そう、いいスタートを両方とも切りたいよね。両方ね、はい、うん、その楽天、はい、内、ポンセ、庄司、うん、ロッテの方は西野、唐川、種市というね、はい、ね唐川来たんだね、来ましたね、はい、うん、で1試合目6対1、うん、ロッテ、はい、これはねもう本当に簡単なゲームなのよ、うん、簡単なゲーム。どういうこと？というのは3回、うん、まあ4点を取って先制する場面なんだけどさ、ロッテがね、ああロッテがね、うん、2アウト満塁から中村翔吾に対して押し出しとね、内が、はい、で高部が満塁からレフト線にツーベースを打って、うん、まあ一気に4点かな、うん、まあ取ってしまうんだけども、うん、やっぱりね内、うん、5回投げて96球、うん、5安打、2三振、5四球、うん、1つのフォアボール、あのデッドボールね、うん、で4失点という、うん、だからね、やっぱフォアボールがいかに無駄かっていうことなんだよ、うん、あの持ってるね、まっすぐだとかそういうものっていうのは角度もあったりだとか、うん、球威もあったりとかしてね、もう少し俺は自信持ってもいいと思うんだよ、うん、だからこういうふうに、まあ、攻めていってフォアボールだったらいいんだけど、うん、なんていうのかな、自信がなくてフォアボールだったらやっぱり技術も磨かないかんしね、だからといって真ん中投げたら必ず打たれるしさ、うん、まあそうですね、だからまあそこら辺の技術はちょっと上げてってほしいなと思う。いつもいつも同じような、打たれなかったらフォアボール、うん、打たれるとしたら大事なところでも甘くいって打たれるというね、うん、いやだからもう少しコントロールをね意識して、まあ、投げてほしいなというね、うん、
で、まあ、ロッテの方は、はい、その4点がありながら、うん、まあ、7回には藤岡がヒット、うん、あの角中に送りバントを命じるんだよね、うん、だけど点にはつながらなかった。だけど8回にその執念かなんかわからないけども、うん、まあ、盗塁を絡めて2点取る。だから吉井監督がやっぱシビアになってきたな、戦いを見せてくれたね。普通だったらノーアウトランナー一塁、はい、まあ、藤岡がいる、うん、角中、うん、カウントによってはエンドランとか、まあ、自由に打たせたら一二塁間抜いてくれるかなとか、で一三塁作れるのかなとか、まあ、いろいろ想像もあるんだけど、一番硬いバントできたよね。だから角中にバントをやらせるっていうのは、うん、どうしても1点を取りたいという ね、 そうですよね、意思の表れだと思うんだよ、うん、でもそういう采配を吉井監督がしてきたっていうことは、やっぱロッテは鞭を入れたっていう、うん、これからやっぱロッテっていうのは鞭を入れて戦ってくるだろうなっていうふうには思う、うん、だからまあ楽しみだわ、うん、はい、はい、で2試合目、はい、5対3、うん、ロッテ、はい、初回に外のタイムリーね、うん、まあ、外はやっぱり勝負強いね、今年ね。ねえ、なんかもう本当に頼もしいわ。本当そうですよね。うん、で3回、はい、ツーアウト満塁からロッテの攻撃ね、うん。山口が押し出しのフォアボールを取るんだよ。うん、でまた高部、うん。昨日と一緒。なんか VTR 見てるみたいでピッチャーは違うぞみたいな。だけどタイムリーだ。うん、で、まあ、もう本当にもう同じ失敗をね、チームで何回こう。同じことをしてるんだと、失敗をね、うん、でそのポンセ5回93球8安打3三振3四球の5失点という、で初回フォアボールのランナーを返されてる、うん、外に、で3回は2四球ね、うん、1つのなんていうの押し出しがありながらね、これも手に絡んでるという、だから同じ失敗ばっかりしてるんだよ楽天は、うん、だから非常に見ていてもったいない。逆に言えばロッテの方は確実にものにしてるよね、こういうところが。なるほど。だから初戦の戦い方、まあ、先ほども言ったけど角中にバント、うん、これは鞭入れてるよって、はい、だからやっぱりみんながの集中力が高まってきてるかなっていうような、そんな感じがするよね、うんうん、で先発ピッチャーに多少困りつつあったロッテ、はい、うん、神奈川が先発に戻ってきた、うん、6回90球、うん、3安打4三振1つのフォアボールに1失点という、うん、まあ、ヒーローインタビュー、この日を夢見て頑張ってましたと、うん、やっぱねピッチャーって先発やりたいんだな、やっぱそうなんですよね。いや中継ぎでもね、うん、まあ去年一昨年ぐらいかな、うん、ものすごい時があって、うん、でもねその疲労からかなんか知らないけども、うん、まあ、自分のピッチングがなかなかできる機会がなかったと、うん、でこの日先発をして、まあ、勝てた、うん、この一勝っていうのはすごく嬉しいですって本当に神奈川が嬉しそうに、うん、あんな神奈川って本当に久しぶりに見てね、なんかやっぱ先発ピッチャーってピッチャーって先発をやりたいんだなっていうのがね、まあね、うん、すごく感じた、うん、なるほど。でも見事なピッチングだよ ね、今季初勝利ね、まあね、おめでとう本当にね、うん、はい、はい、まあ唐川もいい年になったね、35、うん、ね、でも童顔だから若く見えるね、確かに変わらないですしね、ずっとね、はい、17年ですよもう。そうだね、うん、はい、おめでとうございました。はい、おめでとうございました。はい、3試合目、うん、8対7、サヨナラ。ねえ、サヨナラ多いですね。本当だね、うん、5回までね、種市が一人のランナーも許さない、うん、パーフェクトできてたの。で6回、うん、何が起こったのか知らないけども。知らないけども。それまで6点もらってんだよ。ね。ね。で、6回そう、初めてのランナーをフォアボールで出す。うん、そっから6安打と1ホームラン、まあ、辰巳が打つんだけど、何があったんですか、ね、でフォアボールが3つこの回に、うん、で犠牲フライ2、うん、などで逆転7対6、うん、何が種市に起こったの、ね、そうそう本当にね、こんななんか徐々に来たとかじゃなくて突然ですよね。だその6点をもらって先を急いだのか、うん、なんか気がちょっと緩んだのか、うん、で一番怖いのはさ、うん、6回、うん、
これあれが入るんだよね、グランド整備が、はいはい、ね、でね変な間が空くんだよ、はい、そしたらまたね初回に戻ったような気分で、うん、立ち上がりみたいな感じになっちゃうんだよね、うん、だからそれが影響したとしか考えられないんだよ。やっぱそれそんなに影響してこんなに露呈するもんですか。やっぱ福島もそうなんだよ、日本ハムの、ね、あの、うん、やっぱ6回なんだよ。だからね6回っていうのはねちょっとやっぱり気をつけなきゃいかんなと思ってさ、うん、でこの庄司、うん、この日投げたんだけども、はい、いい、うん、聞いといてよ。ないよ。4回95球、うん、3安打1三振、うん、6四球だよ。どうしたんだろう。いやどうしたんだってやっぱね楽天が A クラス狙うんだったら、うん、まあ野手に打ってくれることもいいんだけど、うん、やっぱピッチャーのねフォアボールをなくさないかんわこれ。6四球はちょっとね。だってうちだって5つのフォアボールに1つのデッドボール、うん、まあ結局無駄なのが6人ということだよね、うん、でポンセ、うん、もう3四球、うん、で庄司も6四球、うん、で15四球、うん、3試合で15四球って言ったら1試合平均5つ出すんだよ、うん、こんなんじゃやっぱね勝てないよ、うん、だからここら辺は早急にやっぱフォアボールを出さないようにとかやっぱもうフォアボール出すんだったらもう打たれるみたいな、うん、やっぱねストライク投げようと思って投げれないピッチャーだったら、うん、やっぱマウンドに立つべきじゃないよ、うん、まあ、そのぐらい厳しくね、うん、あのフォアボールっていうのは規制をしていかないとやっぱなくならないと思うし、うん、でも楽天がこのフォアボールをなくした時には、うん、やっぱ強いチームに変貌してると思うよ、うん、変わってると思うよ。ねえ、まあこう僅差の試合も多いですしね、うん、やっぱね打てるから、うんうん、で湯気が続く湯気が4失点という ね、まあ1回しか投げてないんだけど、うん、4失点という ね、だからまあでもよくひっくり返したなこれね。本当、うん、ね、まあ種市が5回3分の1、うん、67球、うん、4安打1三振2四球の6失点というね。この内容で6失点っていうのが、うん、まあですね。で、まあでもね、吉井監督ってやっぱピッチャー出身だけに、うん、ピッチャーの交代っていうのがなかなか遅れるというかさ、ちょっと遅れちゃう、ね、しないんだよね。いろいろこう考えるんでしょうね、うん、その変えるタイミングで。まあだけどさ、5回までね、うん、完全やってんだよ。うん、で6回にこんな崩れ方するなんて、そうそう、ね、夢にも思わないじゃん。ね、うん。うんいやだからこの日はね和田幸四郎、うん、ね、2本のヒットに5打点だよ。すごい、ね、2度の満塁で、ね、タイムリー2本打つ、うんね、うん、だけど、まあ、辰巳、うんね、サヨナラ、ね、都合この試合は4打点ということで大活躍をしたというね、ね、まあそうだ ね、 ね、だからまあやっぱりこう見てると、うん、この試合っていうのはやっぱフォアボールが強調されてるし、うん、でまあその種市もね、うん、この時期、まあ、暑い時期になって、うん、やっぱこう一つ気持ちがポッと切れた時にはもう呼び戻せなかったんだろうなっていうふうには思うね。もうこの暑さは本当に一つポイントになりますよね、まあ、ポイントになる、ね、はい、もうこのアマチュアの高校野球とか見ていてもね、まあそうだな、うん、はい、ということで、はい、次のカードからまたちょっとカードが変わります。火曜日から、はい、中日ヤクルト。中日ヤクルト、うん、まあ、中日ヤクルトっていうのは、うん、やっぱ5位6位、そうそう、まあ、一つでも上をね目指すためには大事な戦いだよね。そうそう、はい、阪神巨人、阪神巨人、まあここは絶好調同士の、ね、3連勝3連勝してるから、うん、まあ、調子がいい同士の戦い方、ね、戦いになるから面白いと思うよ ね、これ今巨人1位の阪神3位だけれども、はい、阪神は2位の広島と 0.5 ゲーム差、そうだね、広島と巨人は3ゲームだから 3.5 ゲームしかないんですよね。そうそうそう、これで、まあ、3連勝してもひっくり返りはしないけど もうもうほぼ並んだということになるね、っていうようなこともあると巨人はなおさら落としたくないということですね、はい、まあもちろんね、うん、ただね巨人はね赤星と井上で
やっぱ3連勝できたっていうのはさ、うん、まあ、菅野は勝ちの計算入れてたと思うけど、やっぱ赤星と井上立ってたゲームで3連勝したっていうのはでかいよね。若い2人、若い2人がね、はい、はい、そして広島 DeNA、 はい、はい、まあ広島もちょっと元気がない、うん、でただ坂倉が打ち出してるということ、うん、ただ DeNA の方はオースティンが抜けてちょっと元気がなくなってるということ、うん、怪我人が多いということ、うんね、だからここら辺やっぱ DeNA も広島も踏ん張りどころだね。これ本当にガラガラっと順位が上がる可能性はありますね。この3連戦ね、はい、次、はい、でパ・リーグは、はい、パ・リーグが日本ハムオリックス、うん、楽天ソフトバンク、うん、ロッテ西武というカードです、うん、ロッテ西武ね、うん、まあどこも上位と下位の戦い方だね、うん、ね、あ、だからソフトバンクは、楽天、うん、ね、うんうん、やっぱ負けれないよね上位は ね、 ね、うん、日本ハムオリックスでしょ、うんうん、だからそうだな、負けれないね、うん、ロッテと西武 ね、うん、ね、みんなやりにくいな。いや下のチームはさ開き直ってくるから思い切って、うん、だから非常にやりにくいとは思うけども ね、まあね、うん、まあ頑張ってほしいと思います。はい、まだまだ暑さが厳しいですので、ね、いや本当にね、ちょっと外の試合多いですよ次は。そうだね、うん、で来週からちいちゃんが里帰りということで私一人で撮るかもしれませんのでよろしくお願いします。しばらくね、すいませんが、はい、よろしくお願いします。はい、頑張れちいちゃん、ちょっとお休みかもわかりません。はい、ということで、はい、私一人でも頑張りますので。そうです、ちょっとねサポートできるところは遠方からでもしたいと思ってますが、はい、ね、また見てください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。